2016年10月17日、米鼻血メディア、タタダシ新聞によると、中国海軍の実力は日本に及ばないと、米メディアが伝えた。米紙ナショナルインタレストは、17日、記事、中国よ、すまない、日本海軍はアジアでベストだを掲載した。日本の海上自衛隊は、専守防衛という憲法の制約を背負っているものの、イージス艦、ヘリコプター搭載護衛艦など最新鋭の艦艇を揃えている。特に掃海能力は世界一、対潜水艦作戦能力は世界2位という強大さだ。島嶼奪還能力にも目を見張るものがある。戦車14両を搭載できる大隅型輸送艦を3隻保有しているのだ。中国海軍は先進的技術と完璧な作戦システムを持つ強大なライバルと対面している。ネットの声や海外の反応、いや全然中国にはかないませんって、だから予算増やさないと W だよな。も最新戦闘機と対地攻撃できる巡航ミサイルなどの最新武器も買わないとな。 W各種の支援艦が結構充実してるしな、まだまだ足りないけど、少なくとも通常の状況ではアメリカの支援はいらないし、普通に海洋国家ですからね。日本に海軍はないですけど、中国解放軍の想定する敵は日本ではなく中国国民です。世界大戦でうまく立ち回ってれば超軍事大国になってただろうな。経済規模とロシア系装備で、そのうちすごいことになるだろう。あらわら。